国、冬本源氏物語は、鎌倉時代末期の住吉大社の官主で、家人としても知られる、辻国冬 -1320 年による書写とされる、源氏物語の写本のことである。辻国冬による書写とされる、源氏物語の写本は、断片的なものを含めるといくつか知られているが、通常、国、冬本源氏物語という時には、 現在、天理大学天理図書館に所蔵されている、辻国冬の書写による巻を含む、取り合わせ本を言う。鎌倉時代末期とみられる、辻国冬の書写によるとされる12冊の写本と、室町時代末期の14人の伝承筆者からなる42巻42冊の、写本の、総計54巻からなる、取り合わせ本である。 18冊に及ぶ複雑な作家と大小の脱落を有しており、中でも、匂う、表部教の表題を持つ巻の中身は、夕霧の後半部分であり、匂み宮の内容を持つ部分は存在しない。逆に、玉かずらの後半部分には、勾配の後半部分が閉じられているため、勾配の後半部分は二重に存在することになる。本社本は、鎌倉記に、 津市国冬により書社されたとされる12冊の写本群と、室町期に14人の伝承筆者により書社されたとされる42四42冊の写本群から構成されるが、いつ頃いかなる事情でこれら複数の写本群が一つにまとめられたのかは不明である。現在本写本は、薪へ箱入りの状態で54冊すべてに、江戸時代の特徴を持つ統一した。 豪華な想定を持っているため、この時期に嫁入り本の用途等で、現在の携帯に全冊改装されたと見られる。この時点でか、それ以前にある程度そうなっていたのかは不明であるが、本社本は多数の大きな錯家を抱えており、それは一度閉じ紐を切ってバラバラになった後、中身を全く読まずに閉じ直したとしか思えないほどで、あるとされている。 昭和初期に大規模な源氏物語の本文調査を行っていた池田機関のコレクションである桃園文庫に入り対正本文という形であるが源氏物語体制にその時点で別本とされる本文を持つことが明らかであった巻を中心に25巻が収録されている。その後、天理大学附属天理図書館が特別本として所蔵するに至った。 大規模な作家をいくつも抱えていたため不明な点が多く不正確な情報も存在したが岡島伊久子により詳細な調査が行われたことにより書誌情報などが明らかにされるとともに作家の状態が明らかにされ初めて全容が明らかになった本文の系統は概ね別本として分類されるがすべての巻がそうではなく例えば 若名昇るは青表紙本、若名下は川地本に系統分けされており、どの系統に含めるべきか判断の分かれる巻もあるという、いわゆる取り合わせ本の典型的な形態を持っている。源氏物語として確認できる最古の本文である、平安時代末期制作の国宝、源氏物語絵巻の絵言葉との類似が指摘される巻もある。 別本の本文を持つとされる巻を中心に、現在の、源氏物語におけるルフ本といえる、青表紙本や河地本と比べたとき、鈴虫巻において、約500字に及ぶ長文の異文が見られるのをはじめ、特徴的な異文を多く持つことが分かっており、近年それらについて様々な考察がなされている。室町時代の、源氏物語の注釈書である、川解将などには、 この津市国、冬筆、霧壺の巻について、11位、霊古本の流れを伝えるものであるとの記述がある。この、11位、霊古本とは、平安時代に作られた著名な写本の一つであり、河内本が作られた時参考にされた、7つの主要な、写本の一つであるとされている写本である。その他の津市国冬の著者とされる、源氏物語の写本としては、 以下のものがある。本文の本国は以下の通り、本文研究の第1週から第6週までに、古朝巻きまでなされている。この他に、写本記号、国で、対象本文という形であるが、源氏物語体制に、青表紙本として朝顔、若菜状、河内本として昭風、若菜下、死の元揚巻き、 別本として、リツボ、母木、うつせみ、酒器、朝顔、少女、玉かずら、とこなつ、かがりび、藤浦場、かしわぎ、夕霧、勾配、竹川、橋姫、宿り木、あずまや、浮船、影げ手習い、夢浮橋が収録されており、現時物語別本修正に霧つぼ、母霧、酒器、昌風、薄雲、 朝顔、少女、玉かずら、初音、誇張、蛍、常こなつ、かがりび、のわけ、京香、藤葉かま、巻柱、梅市、藤浦場、若名城、若名下、かしわぎ、横笛、鈴虫、夕霧、ごほう、幻、竹川、橋姫、し野のもと、沢げま宿さわらび、りあずまや、 浮船、影楼、手習い、夢浮橋の三十九巻が収録されている。ここまでの文献で五十四条をカバーしているが、源氏物語別本修正続に、改めて全巻が収録される予定であるとされ、うつせみ、夕顔、若紫、末つむ花、紅葉が、花園、葵、花散る里、妻、明石、身をつくし、よもぎう、関屋。 絵合わせ、薄雲、朝顔が収録されたものの倍紙巻きを含む、第7回まで観光された段階で中断している。ありがとうございます。